酒とご飯と一人のと今日はね、はい、もう一個のこれはい中華でございます。なんで山下飯店さん、どこら辺なの事前情報の共有や何分くらいと思う？東口はい鎌倉駅の東口から徒歩5分ぐらいの山下飯店さんでございます。俺今日も本当何にも聞かされてないんだけど大丈夫？ボケないよ。とりあえず開けていこう。あ、なんかめっちゃうまそうだなんだけど、何これ？チャーシュー丼めっちゃうまそう。え、もうこういうちゃんとした中華の本当のチャーシューのチャーシュー丼初めて見た角煮丼チャーシュー丼と角煮丼して、最後がなんかこれだけなんかいい袋に入ってるのなんだよ。あ、これあれじゃない？深入れ丼2500円。2500円。え、これはいくら？800円。これは500円。こっちの方がびっくりしちゃったえ、この角煮丼500円。見てろよお前ら、俺が500円の底力見せてやる。早速食べていこう。いっちゃうよ。うわ、あ、どれがフカヒレ？ここにこれ大丈夫か？よし、どれからいこっかな。まあ、じゃあ中華から800円。800円のチャーシュー丼いただきます。このさ、中華の白髪ネギね、これがうまいんだよね。うわ、めっちゃうまそうじゃん。うん、うまい。うまい。あのね、中華のチャーシューって本当に表面とかをちょっと炙ったりとかしてるものとかなのね。で、なんかね、火が通りすぎてパサパサ系が結構多いの。ガチッとしたチャーシューのが多いんだけど、これ結構柔らかい。ほろほろほろって崩れてくる。で、中華にありがちな八角の香りパゴーンみたいな、そういうタイプのチャーシューじゃないから、見た目は中華っぽいんだけど、味付けはちゃんと日本向けのお肉屋さんのチャーシューのワングレードアップって感じかな。甘がいい感じの味付けですげえ美味しい。このね、周りもちゃんとね、この中華にありがちな赤くなってるチャーシューなんですよね。で、あの味付けが、味付けっていうかパサパサ感が中華っぽくないから、うまいんだけど、普通に何も言われずに800円でこれ出されたらやったってなるけど、目の前にこの500円のがあるからさこれ500円でしょ、500円いっちゃおうぜ。500円いっちゃおう。これ見て、この分厚さ、この分厚さ、テリッテリのこのドガンとした角煮がこれ2枚乗ってっからね。しかもストロングでいけじゃん。見てよこれ。これだけでだったら1500円ですよ。著作権を守れ。めちゃくちゃうまそう。いっちゃうよ。いただきます。やばらかやばあの、これは値段設定おかしい。これは値段設定おかしいと思う。うまっ。いや、こんなに分厚いのよ、こんなに分厚いのよ。でも入れた瞬間スンってそのまま歯が通ってくる。全く硬さを感じない、とろける感じの。でしかもちゃんと油もついてて、ブリンとしてるこの美味しい角煮が2枚ついて、ご飯もあって500円でしょ。いや、これチャーシュー丼があるんだからさ山下飯店さん損してると思いますよまともなことしかやってない。いや、でもまあお楽しみが残ってっから。深いね。2500円丼でしょこれ。だってこれ一杯でこれ5つ食えたから。これ深入れ。あー、こんなにいっちゃっていいの？え、俺これマジこれ一口でいっちゃっていいの？だってあと深入れのタレ丼になるだけだよ。いいの？いっちゃうよ、いっちゃうよ。みんな見納めだよ。こんな深入れ見て、これが2500円の深入れ。あー、エロいね。汁が垂れてる、エロいよ。今のダメだな。うん、まっ。このシャキシャキしてる音聞こえるかな。フカヒレって中華街とかで食うと、どれがフカヒレってなること多いんだよ。フカヒレのスープとか言ってさ、これがフカヒレのスープなんだ、いっぱい飲んどこうっつって、どれがフカヒレみたいななること多いんだけど、めちゃくちゃしっかりフカヒレを感じる。これがフカヒレだったんだね。俺フカヒレ食ったことなかったかもしれない。
そのタレがね、結構お上品。なんか中華ってこう香辛料ドーン油バーンみたいな、ぎっとりしっとりみたいなのが多いんだけど、ちゃんと日本人向けに作られててね、ちょっと中華なんだけど和を感じる。2500円でしょ。いや、違うんだよ。こいつが悪いんだと思うよ、全部。こいつが悪いんだよ、こいつが。だってさ、5個食えるんだぜ、5個。だったらさ、これさ、3個頼んでさ、肉ボーンみたいなしてさ、食った方が、フカヒレ食うよりも贅沢な感じだよ。違うの、多分ね、これは2500円で出していい、これも800円で出していい、これを500円で出してダメなだけの話。もっと取ろう、もっと取ろう、マジで。800円、2500円だったら、まあな、コロナはとんでもないものを生み出してしまいましたね、本当に。全部うまいんだけど、なんて言っていいか分かんないんだ、こいつのせいで。よし、フカヒレのタレ丼食おう。みんなでこっち頼みまくってあげて、コロナで多分困ってるだろうから、こっちにしてあげて。はい、よし食おう。うん、フカヒレのタレ丼、ごちそうさまでした。いや、やっぱね、結局一番分厚い肉っていうのが誘惑として強いと思うんですよ。まあ、もちろんフカヒレもね、特別で贅沢な感じで2500円とかで全然いいし、美味しいと思うんだけど、分厚い肉は高くしよう。我々としては嬉しい、あれが500円で食えて嬉しい、嬉しいけど、何か矛盾を感じるので、ぜひもっと儲けてください。ごちそうさまでした。こんな偉そうなこと言ってるけどさ、嬉しいことなんだよね。あれって500円はさ、絶対損してると思う。和田君もプライベートで500円のやつ。